こんばんは、ナミさん。ショート動画のことについてね。まあ、あの、動画を作っていただきまして、本当にタイムリーですよね。あの、タカさんから、まあ、いろいろと所轄されて、私もショート動画を撮ってるんですけども、いや、このショート動画のね、インパクトっていうのは、凄まじいですね。まあ、TikTok が全盛期だった時に私は全くやらなかったんですけども、まあ、それをも後悔するぐらいです。ただ、TikTok は情報を抜かれて、ひどい目にやっちゃうんで、 詐欺メール送ったりとかねあのパスワードを盗まれたりとかねもう本当に散々ですよ TikTok であの浮かれているとだから私は全く手を出さなくてよかったなと思いますけどもあとねトップバズとかねバズビデオみたいな TikTok に似たようなサービスもありましたけどもあれにアカウント作るとね本当にいつどんな目に遭うのかもう本当に利用規約とかひどかったですからね利用規約読まずに皆さん楽しまれてると思いますけどもあれはね5年後10年後20年後にどんなことになるのかとか、ね。 考えるとゾッとします。まあ、その点、YouTube の方がまだかなり信用できるかなと私は思いますんで、YouTube がショート動画みたいなのを始めてくれたので、私もね、ちょっとやってみる気になりまして。で、この度ね、毎日のようにやってるんですけども、いや、すごいっすね。あの、全部ではないんですけども、1日5、6本上げると、必ず数千回転されるのが何本か出てくるんで、あの、このショート動画っていうのはね、私は1日のうちにどっかで5分とか10分使ってやるようにしてるんですけども、 1> 1万再生とかを毎日撮っていけるんですよねもちろんショート動画と通常動画っていうのは全くその価値とかあの収益とか違ってくると思いますんでその辺はちょっと探りながらになっていくと思いますけどもまあでもねあの1万再生ってものがまあレギュラーになったなと思うとまあちょっとねうんなんか嬉しい安心感ありますよねそれから再生数っていうのはやっぱりこう気にしないとは言っても、うん、なんかブレイクしたのがたまに欲しいじゃないですか。 そういう時にショート動画をパッと撮ると再生数で結構ねモチベーション上がるところがありますんでそういった意味では YouTube をこれから始める人にとってそのショート動画を作ってね瞬間的な再生数で自信を持つみたいなのはあってもいいのかなと思うんですよ。ただショート動画 コメントが滅多に入らないのかなっていうことと、そこからチャンネル登録に結びつくってことはあんまりないんだろうなという気がします。ただこれからは、ショート動画専門の、しかもジャンルを絞った動画をバンバン出すことによって、ショート動画の中でも人気の、例えばヒカキンさんみたいなね、はじめ社長みたいなショート動画のプロデューサーってのも出てくるんじゃないかなと思います。それこそね、10秒動画で1億円稼いだみたいな人も出てくるのもそんな遠くない話かなと思いますんで、そういった道をね、歩んでいってもいいのかなと思いますし、 ショート動画だけでのし上がっていこうみたいなねそんなコミュニティとかもこれから出てくるんではなかろうかと思いますまあ何にしても1週間ほど2週間ぐらいかな私も五十型シリーズから始めてショート動画を車ですとかね昨日はスシローに行ってやったりとかしたんですけどもかなりブレイクしますねあとはこれが一定期間やってみて、まあ、どんな結果を残すのかってことを見た上でその結果を求める人たちへのこうプロデュース のまあ講座などを作っていいくここととともでできるかなというところですかなうすねミ、はい、さん、今回もいろいろと教えていただきまして、ありがとうございましたえ。早速ですね、明日の速歌塾の配信のトップの方に出していこうと思いますので、また追加情報などありましたら、お送りいただければ幸いでございます。えそれから、この動画をご覧の皆様、まいひ大学ナミさんのライフプロデュースアカデミーでは、こういった YouTube 動画、ショート動画のいろんな情報も、 発信していいいいいるとととうことなのでぜひ、ね、お問い合わせをいただければと思いますライフプロデュースアカデミーはお金の問題、仕事の問題、恋愛人間関係の問題、健康の問題、人生においてトータルの問題解決のためのコミュニティになっております。よろしくお願いします。それでは、失礼します。